プロ野球で日本一のピッチャーだったら、まあ、いろいろみんなあれはあると思うんだけど、はいはい、一応セ・リーグでや菅野が一応そういう存在的にあるじゃない。今年の日本放送の何だっけ、あのカンファレンス、はい、最近読んでもらえないけど俺らは古くなったから私も読んでもらえないで、ね、あで それがさ、菅野はそこで15勝で200イニング目標にしますって言ったんだよ、うん、あれ前に俺が出た時もそんなこと言ったんだけどできなかった。ずっと言ってましたよね、うん、言ってるけどできないんですよ。1回だけですね、クリアしたのはね。1回だけ、十何年かいて。だからそう考えたらね、俺らから見たら俺らよりはるかにいいピッチャーだと思うじゃない、菅野なんか見たら。200イニングとかさ、そんなもん軽く鼻歌で投げられるようなピッチャーだと思うのにもかかわらずできない、ね、なんでできないんだろうね、うん、それは不思議なの。不思議なんだよ、うん、不思議でしょうがないんだよ、うん、あの自分の目標を行きすぎるか、うん、それと俺があのピッチャーの姿を見ててこれは壊すっていう投げ方をしてるんですよ。だから見る目が違ってくるんで、だから彼はアメリカに何か行ってたよね、行くとかなんとか言って、うん、その時に断念したよね、うん、アメリカで、そうメジャーで、うん、そうそう、よくさそういうずうずしいことを言うなと思って、うん、200イニングにしかないないね、15勝、それは日本の話だろ、うん、あそんな甘い考えで年俸で50億とか40億とか取れるピッチャーだと思ってんの。だって今年成績悪かったから言っていい、ダウンが1億円だから、はい、そうです。ダウンが1億、何本もらってんだよ。これから湯気出そう、湯気が出るよな。どうだろう、俺らいくらもらったんだよお前って言いたくなる、うん、いやいや、そうね、これにそういうに近いようなこと俺はしょっちゅう言ったけど誰も聞いてないよ。若いやつがまたすぐいい、今の時代って昔のどうだこうだってすぐ批判するアホがいっぱいいるんだけど、でもね、うん、こういう人がまともなこと言ってんだから聞けよって言うんだよ俺に。言わせまともなことってこれ本当だからね、うん、まともに聞いて、俺たちの時代にとって時代が違うってそれまでなんだよ、うん、でも時代が違うんだろうけど今俺生きてんだからさ生きた保証そうそう証人だよな、2人そうなんだ、ね、こっちもあの口の商売でやってるけど証人だよ、頭出すな頭出さない証人がちゃんといるんだから昔の話でしょっていうことだけは絶対言ってほしくない。あのね、価値観がね、俺もこれもいつも言うんだけどね、あの昔がダメでね、あの今がいいみたいな、いや、言い悪いじゃないって俺はいつも言ってるわけ。いいわけねえじゃん、うん、だから、no. うん、記録っていうのはね、じゃあどれぐらい遡るんだと。そしたらまだファンがね、大谷が二刀流でベーブ・ルースを抜きましたってね、自慢げに言ってるけど、ベーブ・ルース見たことあるのかよ、お前この世の中で、日本で日本人で絵しか見てないで何を言ってんだ、誰と比べてんだよって。俺らも知らないんだから、うん、そうしたらベーブ・ルースと比べるんじゃなくて今の時代でずるけてるっていうことを言えばいいだけの話でね、 それを言ってほしい、うん、だアメリカはただ歴史を大事にするからベーブ・ルースの名前出してくるんだよ ね、 ね、日本人ってはね、じゃあピッチャーと金田正一はどうするんだって400勝もして大変な人だ、ね、だからそこを目標に持ってこないかんわけだよ、ね、じゃあ誰がこすって400勝、うん、この世界じゃないですね。だからそういうことを考えたらね、191も越せない。191越すピッチャーはこれからもいません、まあ、あのダルビッシュとかね、あの、うん、田中マー君とか向こうに行ってるピッチャーが、うん、でもずっと日本でやったら無理ですよ、ね、だから少しずつ近づいてきてるけど、今石川でもそうでしょ、あと何勝とは思うんだけど、もう二十何年野球やってるんで、ね、長持ちするんだろうけど、それは彼のそのやっぱりなんていうのか、ステータスをここまで持ってこさせる、うん、41歳ですね。そうそうそう、だからそれはそれで絶対頑張ってほしいんだけど、うん、あの子たちがもしそうやって今のままで終わってしまった時に俺らと同じ扱いになるのかって多分違うと思う、うん、今の時代として。いや俺、まあ、と思うのはほらすぐあの今の我が家さバカの一つ目でマスコミも含めて走れ走れとかね、投げ込めとかね、こんなの古いって必ずアホの一つ目みたいに、俺はそのこと言うこと自体が古いと思ってるんだけど、これどう？だから練習しなかったこの人もあんな雪の中走り回ってたで、球投げて、なんていうの、どこで191したの、うん、だから俺自分自身でじっとしてるの嫌だったんだね、うん、だから人がやってることはできると思ってた、うん、その頃なんか鈴木圭さんとかも、うん、鈴木圭司もな、あの辺の人っていうのを練習ずっと見てて、あそうそうそう、練習ってゲームオープン戦やってんのに外野走るんだよ、うん、
邪魔になるっていう言いたいんだけど、いや本当そうなの、俺は気持ちがそうなの、あの人このぐらいだから400勝、うん、300何勝って全部、はいはい、米田さんだってすごいの、そう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 、本当に半端な練習じゃないよ、だからそういうことをこなしてきてる人の俺は直に見てるから、だからこういうことをしなければ、あの人たちがあの人に近づく追い越せないっていうのはもう目に見えて分かってる。それね、俺がよく言うのよ、あの俺もずっと高校、まあ中学高校でずっと野球してたよ、まあ自分らもそうやな、ずっとやってきて、じゃあ監督がね、今日何百投げろとかね、こんだけ走れとかね、強制されたことないよ、みんな周りを見て、あの先輩ですごいのがいたら、すごいの、球投げるねとかね、走るねとかいうことがずっと段階的に来てる。じゃあ自分もこれくらいやんなきゃ、あれは抜けないぞって、うん、コーチとかね、監督、コーチは第一いないから監督は監督しかいないんだよ、だ監督はね、ピッチャーからバッターから全部ね、あれもせえ、これもせえなんていうのはね、あれない、見られるわけよ、だから今の方が分かりすぎて、いろんなことをね、あの言いすぎるわけ、実績のないやつが、だからいい選手は生まれないんだよ、だからいい選手って成績上げてるやつは素質だけ、俺に言いました、だから基本はそこまで勝とうと思ったら人を見てあれ以上そのやらないとできないっていうのが基本なんですよ、俺みたいにあの練習嫌いだと人の見てもできねえから途中でやめるんだけど、この人らは違うんだよ、嫌いではないんだけど自分でちゃんとしたメニューを選ぶわけ、はいはいはい、あの人はあの人だろってことを考える、だから頭いい、俺らはその真似しなきゃいけないだろっていう考えで、浅はかな考えだけど、それを自分であの心に決めてやっただけで、だから MI と違うのそこの、あれはこうだからここ省けとかね、じゃあここだから入れとこうかというのをやるの、だから俺なんか全部あの人やってることが全部正しいんだっていう、それがこの中でいやだから今はその なんかいかにも昔はさ、走れ走れとかね、投げ込め投げ込めって言ったとかっていうことを誰かが強制的に罰則的にやらしたみたいな、だから軍隊式で古いんだみたいなことを今の若い古いやつが言うんだよ、古いやつ、ね、若い古いやつマスコミは特に多いんだけど、だからみんなファンも勘違いしちゃうわけだけど、俺たちの時代は人のを見てあいつを越そうと思ったらあいつより練習しないといかんなとかいう、もう自然にそこがあの競争心が生まれて来たわけですよ、だからコーチも一緒だったよ、俺はプロ入っても、うん、コーチはなんていうのって言ったら、もう走れっていうかさ、そのグラウンドがこうだからっていうよりも、お前俺見てくれるともう何にも言わないから、あ勝手にやってんじゃなくて、あ考えてやってくれてんだなっていうのがあるから、俺が3年目4年目で三原さん以降になった時はもうほとんどピッチングコーチは今日投げるの投げないのとか、うん、今日現場はこうだからこうやった時こうですよって伝えに来てくれるだけ、だから俺が動いてるんじゃなくて俺がやってることに対してストップは絶対かけない、だから球数なんて俺キャンプって言われたことないよ、いや俺も聞いたことない俺はだから自分でキャンプの時はね、うん、まあ S クラスのやつが1回こう山作って200ぐらい投げる時あるじゃない、うん、10日ぐらいしてからけど、うん、でそういうの見てあいつ200ぐらい投げてるなとか、やめないからブルペンでピッチングはね、ほんとあやっぱあれぐらいいかないとあいつには勝てないなとか、自然ってその自然にそのそういう雰囲気がね、うん、なんか出てくるんだよな、今はいちいち、それが伝わらないんだよ、そうそうそう今の子は、そうそうそう、全部周りでさ、コーチが引っ捕まえてさ、うん、俺がこうやってんだからこうなる、みんなで一人の選手を3人も4人も引っ捕まえて、お前全部それ覚えられんのかと思うよ、それでね、まあキャンプたまに行くじゃない、うん、まあここ2年あんまり行ってないけど、うん、それ行ったらね、このチームはね、ピッチャーはキャンプは40球以上投げちゃいけません、ね、決めちゃうんだよ。そりゃダメだろって、やっぱり優勝しないやろこのチーム、そりゃ素質だけで勝つピッチャー出ますよその年、うん、1年2年は、でもトータルでチーム力って全然上がってこない、うん、優勝しないで、いい選手もやっぱり実績重ねていかない、だからそこら辺で適当にやったやつに金を出すすぎるからもう悪循環なんですよ、だからいい選手を作りたくないんだろうね今、別にほどほどやっときゃ逆も来るしさね、自分の給料は安定したよ、うん、金もコーチ料がもらってもらえなん
これこだけやってくれる。コーチはもうケツに当てるだけだもんな。そうでノートにさ、チカ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 書いていってさ、これ何これ、ずっとなあ、野球さん上がりの人は字書けないんだよ普通は。だから漢字とか知らないんだから、あんま書いちゃいけないんだよメモとか。え、あのさ、いや今でもそうだよ、今でも、今でもだってそんな賢そうに今のやつは賢いわけじゃないんだよ。まあね、高校上がりだからさ、そうやって、まあ、大学行ってても、もう野球しかやってないんだからその辺のレベルは分かるけど、でもそれにしてもね、自分のことを自分で残せっていうのはプロ入ったら多分今みんな当たり前だと思ってると思うのよ。そうよ、書くのはいいのよ、何を書いたか分かんなくなる。俺もね、だからそういうのね、それね、聞いたらね、なんか試合中のこと忘れるらしいんだよ。だから試合が終わった後にミーティングするときに、うん、あの6回 の, あの先頭バッターにあれ何どうやって打ち取ったかねなんていうのね、まあ、打ち取った打ち取らないはさ本人が覚えてればいいだけで、コーチはいらないんだよ別に、うん、なんで聞くの。コーチが一生懸命それ書いてね、で自慢げにミーティングの時、いやあの6回の表 の, あの1球目はカーブを投げさせたの、あれが配球的にどうでしょうか、でまあ仲間うちで、あの会社でもそうじゃん、会議の長い会社はろくな会社じゃないってよく言われるじゃん、はいはいはい、あれと一緒でコーチ会議でああじゃらこうじゃら言うチームはろくなもんじゃない。うん、だからそうやって考えたらね、感性とかね、やっぱり競争心、自分で目で見たもの、そうやって自分を作り上げてきたから、この人はこんなこんな人がいるわけだから、こういう人いらないんだね。いい言葉で今言ってくれてるのよ、うん、で悪い言葉で言うと言うこと聞かないから。そう、自分のやること逆に言えばな、そうそうそう、で今言ったように彼との言うこと聞かないとちょっと違うの、俺はこれはいいと思ったら聞くの、今やってることとか今こうやってることに対して自分はこうやって目標を立ててやってんだからっていうこと言われたら、このもうそうしないと、まあ、はったまっちゃうな。あ、そこ違うな、吸収力があるよ、俺は鼻から全部聞かない。人で判断してるから、似てるようでちょっとやっぱ違うとか違うんですね。その差が出てくるんだよ、80章の差が、80章の差が